あの、瀬川さん、ドアの前に立っていられると教室入れないんだけど。ああ、ごめん。どうぞ、お嬢様。ありがとう。じゃなくて、そういうのやめてよね。あ、おはよう、アリスちゃん。うん、おはよう、若宮さん。あのね、昨日言えなかったんだけど、私も名前で呼んでもらいたいなぁなんて。そう。まあ、それじゃあ、善処するわ。うん。あれ、お二人ともいつの間にそんな仲良さげな感じに。あやめちゃん。ひな。あやめちゃん、おはよう。うん、おはよう。昨日、メール見てくれた？うん。っていうか、なんでひなはそんな普通なのさ。そのこと、なんだけど。うわぁ、やっぱダメだ！ちょい待ち！え？うん。ちょっと、トイレ行ってきてからでいい？え？でも、もうすぐホームルーム始まっちゃうよ。緊急事態ですので！あやめちゃん！もう。なんで逃げたし。ちゃんと話するんじゃなかったのかよ、私。いると思った？見つかるし。あやめちゃん、友達多いから、人に見つからないような場所、ここぐらいかなって。探偵かよ。あやめちゃんのことだもん。それくらいは分からせてよ。なんだよ、親友かよ。あのね、緊張してうまく言えなくなっちゃう前に謝るね。私、自分のことばっかり考えてたから。ああ、いいよ、もう。やっぱ私の早とちり。あやめちゃん、拗ねてる？な、別に拗ねてないし。ごめん、嘘。ううん、ちゃんと伝えられなかったのは私のせいだから。何カッコつけてんのさ。ひなは悪くないよ。あやめちゃん、おかしいよね。今までこんな風に考えたことなかったのに。ひなに好きって言ってもらった時からかな。なんか、いろいろ意識しちゃって、思い返してみたら気づいたんだ。本当は私の方が、ひながいてくれることに頼りっきりだったんだよね。ひなはいつだってそばにいてくれるから。そんなひなに、甘えてたんだ。それなのにひなのために頑張ってるとか、なんか調子乗っちゃってさ、私がそうしたいからとか、要するに、ひなに押し付けてただけじゃん。そんな、私こそ、あやめちゃんに助けてもらってばかりだったのに。そんな言い方しないでよ。またひなにそんな心配そうな顔させちゃった。私って、ダメな親友だね。そんなことない。そんなことないよ。なのにひなは優しいね。私がさ、誰かと一緒にいたいのは寂しいからなんだよ。わがままだよね。人のこと気遣ってるふりして、本当はずっと自分のことばっかでさ。あやめちゃん、そんな風に言わないで。私が好きになったあやめちゃんのこと悪く言わないで。今まで通りじゃいられなくなるかもしれない。
でも伝えたいし知ってほしい。その上で私と向き合ってほしい。言いたいことはちゃんと言わなきゃ伝わらないだもんね。きっかけはもうあやめちゃんが与えていてくれたんだから。あの時あやめちゃんも好きって言ってくれたから。いつもあやめちゃんが手を引いてくれるから、その手を離したくないから。だから私もう一回言うよ、後悔したくない。え、何、どうしたの？聞いて。私が好きになったのは、いつも優しくて私のことを見ててくれる、そんなあやめちゃんだよ。この好きはあやめちゃんのための一つだけ。友達でも親友でもない、恋した時の好きだよ。それって最初に気づいてくれないんだもん。また言っちゃった。だってだからこの前好きって言った。あの時のあれってそういう、あやめちゃんのバカ。ああごめんって、ほんとごめん。でももう一回言って。バカ。好き。私もひなのこと好きけど、そんな風に好きなの私だけだと思ってて。だってなんか変じゃん、女子が女子のこと好きとか、ひなが私の彼女だったらいいなとか、そんなこと考えてる私変なもん。でもあやめちゃん親友って。だってさ、それ以上に好きだなんて言えないじゃん。迷惑かもだし、もし拒否られちゃったらさ、もう立ち直れないよ。それで怖くて、ひなはきっとそんな風には思ってくれないだろうって勝手に決めつけてて、ひなの気持ち言い訳にしてさ。でもこうしなきゃって私に思わせてくれたのはあやめちゃんだから。あやめちゃんのおかげで言えたんだよ。ひな、ごめんね、私こんなんで。ありがとう、そんなあやめちゃんで。もう何それ。ひなに告られちゃった。告白違う？違わないけど、改めて言うとなんか照れる。最初からそうだったんだよね。嬉しい、超嬉しい、じわじわくる。私もさっき越されちゃったのちょっと悔しい。私から告ればよかった。言いたいこと言えてなかったのは私の方だけど、それって私のこと大切だって思ってくれてたからなんだよね。もしかしたら今まで通りの友達じゃいられなくなるかもってちょっと怖かったの。だからこれはあやめちゃんが待っててくれたおかげだよ。なんかそれだと私がすげえいいやつみたいじゃん。いいやつだよ、すっごく。